どうも、空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロの間ご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて、いやー、今もう7月、暑いですね。本当に毎日暑くてもううだるような暑さで本当に嫌になっちゃうんですけど、今日ちょっとね、さっきちょっと買い物行ってたら、ちょっと私初めて見るものをね、ちょっと見つけまして、これなんですよ。これ見えます？これ50周年限定ペヤングって書いてあるんですよ。これ、なんだこれと思って。ペヤングって言ったらね、こちらのある、ペヤングソース焼きそば。もう、子供の頃から大好きだったんですけど、これ初めて見たんですよ、これ。ペヤングヌードルって書いてあるんですよ。で、ペヤングヌードルってなんだろうと思って。で、50周年限定品って書いてあるから、レトロな雰囲気だし、あれ何なんだろう、もしかしてペヤングのラーメンなのかなと思って、ちょっと買ってきました。これが中身です。だいぶでかいんですけど、でかい、これ。実はね、ペヤングヌードルってラーメンなんですよ。私ね、ペヤングって焼きそば屋のペヤングしか知らなかったんで、ペヤングがラーメン出してるのって知らなかったんですよ。ということなんで、今日のヒロの間は、この、マルカ食品が出してるペヤングソース焼きそばではなくて、このペヤングヌードルをちょっと紹介したいと思います。多分ね、これ地域によって知ってる人はもう昔から知ってるんで、今更何言ってんのなんて思ってる方たくさんいらっしゃるので、私が住んでる地域ではこれ初めて見たんで、ペヤングヌードル、行ってみたいと思います。このチャンネルは空想立体工場がお送りいたします。ということでですね、このペヤングヌードルなんですけど、私は関東に住んでるんですけれども、スーパー、コンビニで、このペヤングヌードルっていうのは見たことなかったんですよ。ただ、今日ね、ドンキ行ったらたまたまこれ売ってまして、50周年記念、50周年限定品、ペヤングヌードルって何なんだろうと思って、買ってきたんですよ、これ。高かったですよ、500いくらですね、500円くらいなんですけど。でね、これね、ちょっと調べたら、これ皆さんご存知のペヤングソース焼きそば、これ出してる、このマルカ食品、これ、ね、群馬県にはね、本社があるマルカ食品なんですけど、このマルカ食品が実は、このペヤングよりも、さらに、ペヤングよりも、初めに出してたカップラーメンが、このペヤングヌードルだそうだったんです。まあ、実はね、今から50年前、1973年に、ペヤングヌードルをマルカ食品が発売してました。今でも、実は地域によってはペヤングヌードル当たり前のように、スーパーやコンビニで売られてるそうです。でしかもですね、関東では売ってなくて、東京、埼玉とか、まあ、関東近郊売ってないそうなんですよ。売ってるとこは東北限定でずっと50年間売られてたそうで。西日本、関西どうなってるか、そう、私わかんないです。調べなかったんで。ただこのペヤングヌードルは、その東北の方からしたら、もう当たり前のように50年間売られてるものなんで、もう、なんだろう。私たちで言うと、普通にわかめラーメンとか、まあ、それこそこのね、ペヤングソース焼きそばが当たり前にあるように、このペヤングヌードルは当たり前の存在だったらしいです。1973年にこのペヤングヌードルが出て、そこから2年後の1975年に、皆さんご存知のこのソース焼きそば、ペヤングソース焼きそばが発売されたということで、まあ、マルカ食品からしたら、このペヤングヌードルの方が、最初の商品で、なんですね。そういうことなんですよ。で、実はこの50周年を限定して、通常はね、このペヤングヌードル、こんなね、通常こんなでかくないですよ。通常は普通のカップラーメンのサイズなんですけど、まあ、50周年をね、限定して3.5倍のビッグバージョンとして限定で関東でも発売されたっていうことで、買ってきました。ということでね、まあ、私がね、ごちゃごちゃ喋ってもしょうがないんで、早速、食べてみたいと思います。はい。はい、ということで、早速、火薬とスープを入れてみたいと思うんですが、まあ、懐かしいですね。乾燥した卵だとか、ネギだとか、かまぼこ、こんなのが乾燥したもので、火薬が入ってまして、で、スープの方は、顆粒です。顆粒の、なんかチキンスープの素みたいな、そんなものが入っていました。で、丼はね、私の顔ぐらい、大きなものでしたね。はい、そして、器に入れた感じですけど、これ乾燥した、この麺の塊が3個ぐらい入ってましたね。なかなか。で、今これからね、熱々のお湯を注いでるところでございます。まあやっぱりカップラーメンってこのお湯を注いでる時がなかなか結構いいんですよね。どんな味になるのかなとかね。で、ここから3分待つのか、つって。これがちょっとね、この醍醐味なのかななんて思ってますが、やっぱり通常のものよりお湯が多く必要です。
そして、3分経った後のものなんですけれども、これ写真だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、かなりの量です。なかなか対比するものがなくて、350のペットボトルがあるんですけども、さらに大きい2リットルのウーロン茶を横に置きました。私の指が、親指があるんですけど、これかなり大きい丼。普通のうどんとかラーメンの丼をイメージしてもらったらいいかな。それの発泡スチロールの入れ物みたいな。そのぐらい大きいものになってます。はっきり言って、ここまでしか食えなかったです。ペヤングの特盛り、大盛りとかね、2、3人前ぐらいの大きなペヤングのソース焼きそばは結構食えたんですけど、このペヤングヌードルは私もう、なかなか厳しかったです。ということで、今回はですね、なかなか、完食することができなかったんですけれども、非常に懐かしい味、なんていうんですか、チキンスープのいい味がして本当に美味しかったですね。まあ、イメージで言うと、チキンラーメン、チキンラーメンを想像してもらうとわかるのかな、素朴な、シンプルな醤油の、味で、チキンのね、まあ、チキンラーメンと言ってるだけあってチキンの味ですよ。チキンラーメンに似たような味がこのペヤングヌードル。もうね、雑味とか一切ないです。本当にシンプルな懐かしいインスタントラーメンといった感じですね。まあ、たまにで、ね、食べるのはいいのかなと。ただこの 3.5 倍以上あるのかな、これこの量はね、なかなかきつかったですね。で、やっぱり私思ったんですけど、こういうのは友達とか家族とかで、みんなでシェアをして食べるのが一番、これがベストな食べ方ですね。一人でこの 3.5 倍のペヤングヌードルを食べようという、これ卑しい、クインシーボーな野郎が、挑戦してもダメです。これはもうみんなで分け与えて食べて、あじゃないこうじゃない、懐かしいね、なんつって言いながら食べるものなのかな、なんと思いました。ということで、今回のヒロのまま、ペヤングのペヤングヌードル50周年記念の特大 3.5 倍盛りのものすごいでかいカップラーメンのを食べたという、それをご紹介させていただきました。ちょっとでも面白いと思った方は、ぜひチャンネルを登録よろしくお願いいたします。それでは次回もヒロの間、ニッチな内容でお送りしますので、ぜひ、お楽しみにしていってください。それじゃあさよなら。このチャンネルは空想を形にする空想立体工場がお送りいたしました。